小康、あるいは小水は、中華人民共和国を流れる大きな川の一つで、同帝湖に注ぐ長江右岸の支流。湖南小最大の川であり、湖南省の別名、小はこの川に由来する。長さは8 5 6トル。小康は、厚生地湾俗児地,地区経林司令川県の海洋山に発する。海洋山から流れる海洋川を源流とし、北東方向へ、 厚生地湾族自治区を流れる。湖南省英州市東安県の幕府島で湖南省に入る。昇港の全長8 5 6トルのうち6 7 0トルほどは湖南省内にある。英州市では市水、一識川、小水、大水、白水などの支流が、湖葉市では蒸水と来水が、高山形では水が、かぶすし、駆逐で水が、 小丹市でさざ波水が流入する。調査市の中心で、竜養賀と老方長賀が、お地区港甲津見霊街道で、遺水が流入し、竹養市小華県の豪川口で左右に分かれて、道帝湖に注ぐ。小光には二千百五十七の支流があるとされ、主要な支流のうち、小水、大水、水、水、流養川は、東岸の支流で、気水、虫水、腱水、 サザナミミズ、イスは西岸の支流である。昇降流域は長江の南側、南嶺山脈の北に広がっている。東はラオゾラ山脈が降水系との分水界になっており、西は高山山脈で四水水系と分かれている。九万四千六百平方キロメートルの流域面積のうち八万五千三百平方キロメートルが湖南省に属するが、 これは、湖南省の面積の40%に相当する。商工流域の多くは起伏の多い丘陵地帯と、その間の川沿いに連なる、過去河平原と、盆地からなる。下流の調査から先は、広い中石平野になっており、同帝湖に入る商工以外の大きな川である志考、原稿、水の中石平野と一体となった浜湖平原を、形成している。流域の海抜高度は、 上流と下流で差は大きくない。ただし起伏は多く、雨水は速やかに谷底へ流れて、水が川に集中するのも早い。小降をはじめ各支流は、小降の栄州市より上流では、水流が早く急で、川は山の岩層を削り、峡谷を作っている。石灰岩の分布が多いため昇乳道なども多く、洞窟を通ってきた。 地下水が大量に川に供給される。懐かしから、紅葉市までの間が、昭光の中流で、沿岸は起伏のある丘陵になっており、その間に、盆地や峡谷が続いている。高山形から、先が下流で、地勢は平坦であり川の流れは緩やかで、川に沿って、さすが、断続的に続く。昭光の川口付近には、大小の故障が,が広がっているが、これらは、 同定湖が現在より広かった頃の名残である。上流の高生地湾族自治区経林思考案件には、北へ流れる商工と、その西方を流れる玉江支流のリコートを結ぶ長さ3 0キロメートル余りの、運が、霊居がある。これは、旗の思皇帝が南越国政府のために気づかせたとされるもので、双方の川の水がここで交換されている。調査市を流れる商工と、 その西岸にある竹、葉山栄州市、紅葉市、カブス市、章丹市、調査市、竹葉市、商江水系には通行可能な支流が31あり、商江の主流は 660km 上流まで通行できる。商江は、調査市、カブス市、章丹市といった中国有数の重工業都市の物流の一部を担っている。しかしそれゆえ、章江は中国でも、 重金属汚染が最も激しい河川と呼ばれ、流域では様々な金属による中毒などの公害も起こっている。昇降流域の年降雨量は1300ミ、mm、リメートル以上で、降雨は春と夏に集中し、特に4月から6月は雨が多い季節である。雨季には昇降の水位は上昇し、4月から7月頃に水位は年間最高に達する。 小康とその支流では、洪水が多い。水のない時期は、川床があらわとなるが、流量が多い時期には、川原は水没し周囲に溢れ出し、大水害を引き起こす。当源小小図、北京、呼吸博物院所蔵小康の川の神は、小皮、小君といい、学校と女、学校と女へは、春に角の日であったが、春が没すると悲しんで、川に身を投じ。 囲碁側の神となった。反築の表面にある反紋は、学校と女への涙が落ちた跡が残って、武器になったという言い伝えがあり、昇け、竹、だ竹、涙竹などの別名がある。春秋時代から戦国時代にかけてこの地にあった、その人々は小水人を崇めた。その人であった屈言にも、昇婦人という漢詩がある。その地に伝わる昇皮などの神話、 桃源郷をはじめとする伝説、及びこの地を流浪した、屈原の詩により、風光明媚な昇降流域は、神話的想像力や詩的想像力をかき立てる土地と、みなされるようになっていった。これを背景に、道帝湖から昇降、昇水にかけての地域には、少々八景という名所が設定され、中国をはじめ東アジアで諸賀の題材となってきた。ありがとうございます。